だよ。今日さ、ミユがね、大阪にいるから、ミユと一緒にお昼ご飯サイゼ食べようって言って、サイゼでちょっとお昼ご飯食べて、わー楽しかったーってやる予定だったんだけど、8時間くらい。8時間昼ご飯サイゼで食べて、2日目、丸々サイゼ、ミユとのサイゼで、朝起きて、そのままサイゼ行って、でも夜、8時間で夜。ずっと喋ってたよね。話すことありすぎて。何杯飲んだ？100杯飲んだ。飲み物100杯ね。ね、バカ飲んでたよね。元取ったぜ。最初もお昼ご飯だけの予定だったから、お昼ご飯食べて、そっからはずっとなんかもうドリンクバー一生飲んで、味変してみたりで一生トイレ行ってたよね。一生飲んで一生トイレ行ってた。1回ぐらいトイレ行った。マジで。マジで10杯以上お茶飲んで、8回以上トイレ行った、本当に。話すことありすぎてね。やばかったね、もう。何爆弾トークだね。弾丸トーク。私とチルとかは、ほぼ毎日一緒にいるから、話すことないんだけど、もう。なんでだよ。みゆ、なかなか大阪に来てて、大阪に来た時にさ、私がイベントやってみゆが一瞬顔出してくれるとかはあったけど、こんな語り合う日はなかなかなかったから、話すことがありすぎてさ、大盛り上がり。大はしゃぎマンゴーだった。大はしゃぎマンゴー。8時間ね。ね、大はしゃぎマンゴーしてた。大阪っぽいことを何にもしてないから、大阪っぽいことしようっていうことで、串カツだるまに行きたいってなって、それが、あっち？それがさ、もう夜の10時半に閉店とかだから、ギリギリでね、その前にさ、ギリギリで行かなきゃって言って、やっとサイゼを出た。8時間。あれさ、串カツだるま行くっていうのがなかったらさ、多分もっとさ、サイゼで10時間とか、もっと行った。一緒、もう止まってる。サイゼに止まってる。やっと、ね、ね、だるま楽しみ。みゆもさ、ほんとはお昼ご飯サイゼで食べるだけだったんだけど、だるまも一緒に行こうって。嬉しい嬉しい、マジで嬉しい、本当に嬉しい。レアキャラだからね。みゆ、大阪行くたびに連絡してるから。ね、そう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 。そう前大阪でイベントやった時に、みゆと連絡取って一瞬来てくれたんだよね。そう。お菓子持ってきてくれた。うん、嬉しい、マジで嬉しい。あれ、大切に今もずっとベッドで一緒に寝てる。みゆに。みゆにもらったお菓子と、今もずっと一緒に寝てるから。違うでしょ。大通りか。明るい。え、てか写真も撮りたくない ?3 人で。撮りたい。その後で行くか。まだ寝起きの、寝起きだから。寝起きではない。もう8時間。8時間。起きて秒速でサイゼ行って。でもやばいよね。だってさ、サイゼ入った時がお昼ご飯でさ、で、サイゼで喋って一瞬だったからまだ昼の感じするもん。昼ご飯帯の感じする。ねえ、みゆ。みゆ、今日袖忘れたんでしょ？ね、忘れてきた。袖忘れるって何？全員寒そうな客だよ。うちらもね、なんかさ、ちょっと出て、ちょっとサイゼ行って、ちょっと帰るっていう感じだったから、上着持ってきてない。何持ってきたの？バックスは持ってきた。ね、バックもないよね。サイゼで8時間爆語りは、なかなか人生で経験したことない。1時間ぐらい、ぶっちゃぶって、ユニバに行くね。あ、そうそう、ユニバ行くってだったんだよね。なんか年パスの裏をチラッと見たら、除外日そう。嘘でしょ嘘でしょ、いけないじゃん。マジでビビったね。だって1年間で7日間くらいしか除外日ない。そのうちの1日だったの。たまたま。え、でもね、いいよ。ミユといる方がさ、ユニバよりミユといる方が価値があるから。本当、マジでマジマジマジ。だってさ、ユニバかミユといるかどっちか選べって言われたら絶対ミユだよね。マジで、マジで。除外日じゃないって気づかない時点でもさ、4時間くらいはもう最初にいたもんね。で、4時間くらい経ってから、年パス見たら、あれ除外日じゃねってなって。この辺かな？ありそうだ。カニドラクの奥。予約とかしなくても入れるのかな？僕のところめちゃくちゃ並んでるけど。え？ガチ？やばい、食べれないかも。やばい？また今日もさ、東京の私の家の近くにあるお店でウーバーイーツする。なんで言える？昨日の夜ご飯も。ウーバーイーツ。ね、東京にもたくさん店舗あるお店のウーバーイーツだった。この時間めっちゃ混んでる。ね、混んでる。普通の平日なのに。春休み。春休みだから。すごい人。ね、昨日。ここのさ、ここも串カツじゃん。ここでもいいね。あ、でも並んでる。どこも並んでる。あっち？すごい人。ね、やばいね、やばい。お祭りやってる。すごい、磯丸水産、磯丸水産行く。やだよ、東京にもあるから。あ、ハロー。右側。右側。どこだ？嘘。あ、本当だ。あ、本当だ。あった。一番上だからさ、混んでるかわかんないね。一番下かも。え？一番下から。嘘つくな。え、全部ってこと？じゃあさすがにありそうじゃない？全部だったら。並んだ。え、でも並んでるか。並んでる？どれに並んでるか。人いすぎじゃないってか。やばい、マジ人やばい。お祭り。日曜日。え、いつもこんなんなの？みゆ。今日なんかあるの？今日うちらがさ、大阪上陸したからみんなさ。にしては誰も見てない。誰一人。並んでる、バカ並んでる。
これカステラじゃないんですか？カステラじゃない、ね、でもカステラでこんな並んでたらさ、串カツだるまなんてクソ並んでんじゃない？あ、だるまくん、やば、死んだんじゃん、クソ並んでんじゃん、だるま。さっきのテク食べたい、串カツ。なんでこんな混んでんの？やばいね、串カツ田中とかにする？無理や、どこにでも。だるまって大阪に、わかんない、私チルと違って串カツ専門家じゃないからちょっとわかんないんですけど。専門家じゃないわ。え、詳しくない？これ串カツ、串カツ大好き、串カツ大好き。またブリッコすな。串カツは別にブリッコじゃないだろ、ただの規模だろ、規模。え、これじゃない並んでんの？あ、違う、これたこ焼き。こっちも並んでるよ。並んでる？え、だるまに比べたらって感じ。人やばー。三重のおすすめはあんの？え、ないですね。ない、ないの？ない。何？どれどれどれ？くら寿司？くら寿司。あ、ここ前行った。ここは一回だけ行ったこと。こっち串カツって書いてあるよ。あ、これやったー。どれ？これ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 。これこれ？これ串カツの気分だったよ。これここの串カツでいいんじゃない？え、開いてる？わかんないけど。メロンパンパクパクしてる。あ、ほんとだ、すごい。え、ここ？新世界串カツ3回。え、並んでない？行ってみる？え、安全かな？安全じゃない可能性ある。あー、確かにね。じゃあ、チェーン店とかだとぼったくられない。串カツ田中。あるね。これこれの動画とか、ヒカルの動画で。寒さ半端ない。嫌だよ、寒さ。ね、そうだよ。一番すぎない、うちら。三重もなかなかだよ。袖ないから。袖ないわ。切っちゃった。なんでこんな混んでるの？春休みだから。あ、確かに日本が円安でかそってるから外国から行きやすいで、安く旅行できるから日本って。日本人じゃないもん。うん、みんなね、全員外国人だもんね、いる人。え、美味しそう、ステーキ寿司だって。美味しそう。違う、牛カツ。マリオいる、マリオ。絶対ユニバ帰るよ。いいな、ユニバ行けなかったから。うんね、ミユのせいでね。なんでなんで、ミユが行かないで、私とずっと喋っててって言うから。大丈夫ですか？何でもありそうだけど。ありそう。あるよ、牛カツ。あ、でもあれ怪しい、怪しい。串カツ田中は田中しか安全なの知らない。ラーメン屋さんじゃない？あ、私無理だ。美味しそう。これなんだっけ、餅？餅海苔、チーズ、串カツにレンコン、うずら、椎茸の肉詰め、食べかけの焼き鳥。はい、いただきます。いただきます。モスのリピー。はい、チル選手、何取るの？言って、何取るか。食べっ子動物食べたいけど。食べっ子動物食べたいけど。あれをさ、あれ取れたら上のさラムネも取れるよ。頑張れ、ね、お兄さん、お兄さん打ってみて。あ、聞こえてる、聞こえてる。聞こえてた。いけいけ。え、何やってんの？カレーよ。あ、しんちゃん、しんちゃん、クレヨンしんちゃん。あ、いいじゃん、いいじゃん、しんちゃんね。軽そう。わ、狙い悪そう。え、はい、打てて。あ、当たった。あ、全然。下手くそ、下手くそ。真ん中のさ、金色のピリケン狙ってよ。あの真ん中、上のさ、真ん中のピリケン。はい、あれ狙って、あれ。落ちないだろ。落ちるって。落ちるならいけるって。あれ狙って。何も落ちない。なんか落として、なんか。最高級コーララムネだよ。え、もうラムネしか。あ、恐竜、恐竜狙って。恐竜、恐竜好きやろ。いけるって。あれ無理や、もう。あのしんちゃん、あれ無理だよ。なんか落ちやすそうな、ね、ラムネしか無理だよ。あ、いいね。うぃー、うまー、うまー。軽いやつね。うんうん、ラムネ、ラムネしか無理だよ。あと1個取ったら3人で分けれるね。ね、かかってる。これ3人で分けれなかったらマジ殺し合いだからね。絶対出て、絶対。色もちょうど青、赤、黄色。ね、軽いやつだ。ね、メンバーカラーだ。すごい。今日黄色だけど、なんか。あ、じゃあ黄色ね。あ、確か見えちゃう、黄色か。黄色じゃない、オレンジだ。うわ、最低だね。最低。ゴミやね。仲間じゃない。この人仲間じゃないから。ね、やった、すごい。じゃあ、ベッキーはさ。私赤がいい、赤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 。赤がいい。イェーイ、赤。イェーイ。やったー、赤ゲット。これ何味なの？コーラと？ミニサワーと？エナドリ？一番いいじゃん。でもさ、さっきさ、エナドリは体が悪くなるから飲まんとこって言ってたのに。一番言ってた人がエナドリ味じゃん。え、マジ天才なんだけど。うますぎ。得意だよ。え、すごい。
高すぎて落ちなかったね。クレヨンしんちゃんでも無理だったからね。当たってるのにさ落ちないね。お酒飲んでる時ラムネ食べてるって。チルいつもお酒飲む時ラムネ食べてるから。イエーイ。おさろ、おさろ、これさ今日の3人の思い出でさ、食べるのもったいなくて食べられない。捨てられるわ。一粒も食べんと捨てちゃう。デザートだね、さっき串カツ食べたからデザート、今日のデザートだ。ラムネ。串カツのデザート、ラムネ。マラカス。バイバイミュー。バイバイ。一日中ね、本当に十何時間いるよね、一緒に。いるから夜までね。バイバイ。ありがとう。またね。バイビー。嘘泣き。こんな泣くやったら、あっちまで行きますか。シルが。シルが行く。すぐ売るんだけど。シルが行くからあっちまで。すぐ売る。じゃあ、さよなら。バイバイ。またね。さよなら。さよなら。さよなら。もうすぐ外は白い冬。そうだよ。そうなの？愛したのは確かに君だけ。そのままの君だけ。さよなら。さよなら。キャッチに捕まったら水曜日チルだけ行きますって言っといて。